ありがとうございました。ありがとうございました。関義弘、魂のお伝えでございました。そしてまた聴衆の皆様方に1分でも1秒でも長く高市早苗先生のお話を聞かせたい、この本当に優しい関義弘の一面が出たかと存じます。さあ皆さん、お待たせをいたしました。現経済安全保障担当大臣、そして現内閣特命担当大臣、我らが高市早苗先生です。どうかよろしくお願い申し上げます。垂水の皆様、こんばんは。ちょっと肌寒い中ですが、関義弘候補のためにこんなにたくさんの皆様お出かけくださりありがとうございます。日本列島を強く豊かに、高市早苗でございます。そして世界に誇れる日本、関義弘でございます。よろしくお願いをいたします。私たちの共通点多々ございます。なんとなく昔から馬があって、関さんに頼まれたことは私は絶対に断らないし、そして私が3年前に総裁選挙に出てしくじった時も、先月総裁選挙に出てしくじった時も、関義弘さんはいつも横にいてくれました。本当に助けてくれました、私も関さんも普通の共働き家庭で育ちました。そして毎朝駅頭で演説をして、で3人とか5人とかちっちゃなミニ集会を重ねて重ねて、歩いて歩いて、そして国会で議席をいただきました。まあ育った環境が近いということもありましょう。地盤も看板もカバンもないところから政治家になりました。そして、まあ、関さんは銀行マンでいらっしゃったんで、やはり政治は経営だ、経営だと言って当選をしてこられた。私も最初の選挙の時から政治は国家経営だ、だからその経営の感覚を取り込んでいく、まあ、こう言いながら選挙を戦ってまいりました。そして今私たちがタッグを組んでいるのは、何としても成長する日本、まだまだ強い強い経済が作れる、今なら作れる、私も関さんも日本と日本人の力を信じている、これが何よりの共通点でございます。今私たちの日本というのは、急いでやんなきゃいけないことありますよ。総合的な国力を強くしようと全国遊説で呼びかけて回ってまいりました。昨日の今頃は九州に、私はおりました。で、それは何かというと、外交力であり防衛力であり経済力であり技術力であり情報力であり、何よりも大切な人材力、全てに共通するのが皆様お一人お一人の力だ。で、この6つの力をしっかりと強くしていくためにも、今経済成長の路線に日本を乗っけていかなきゃいけないと考えております。で、今ならできる。で、今もし財政政策を誤れば、今金融政策を誤れば、今税制を誤れば、それはできなくなってしまう。だからこそこの後、私も奈良2区から今立候補している候補者です。当選できるかどうか分かりません。でも私も関さんも一緒に議席をいただいたら、力を合わせてやっていきたい。それは強い経済をしっかりと作る、今ならできると考えているからです。関さんは半導体比例で頑張った、 TSMC の誘致をした、そして今週私は北海道札幌でマイクを握ってましたけれども、やはりラピダス効果すごいですよ。もうシリコンバレーのような北海道バレーを作ろうということで、たくさんの企業や人材を集めてこよう、まあ、そういう熱気に湧いてました。九州も同じです。で、 TSMC の誘致に失敗した宮城県はちょっと